こんにちは。今日はですね、カンパチのちょっと小ぶりなカンパチですね。 1.6 キロぐらいしかないから、まあ食庫というのかな、それのさばき方と、それをね、普通のお刺身にしても、まあ面白くないから、今日はどうしようかな。ちょっと皮目を炙ってたたきのようにしてみましょうかね。カツオのたたきのように皮目を炙って、身の方も軽く炙って、そして、野菜と一緒か。まあちょっとその食べ方はやりながら考えます。ですので、まずは水洗いの仕方と柵取りして、炙るというところまでかな。それをご紹介いたしましょう。まあ水洗いはですね、まあ他の魚と何ら変わりはありません。ですからブリだとかそういうのも私ご紹介してますので、全く同じです。今一応叩きにしますと言ったので、一応あのすき引きというね、鱗の取り方で、まあ、いつものように、やります。それではどうぞご覧ください。はい、これが今日のカンパチですね。まあ、1.6 キロですからね、ちょっと小さい小ぶりな方です。これをね、すき引きにしていきます。すき引きの際はもしですね、やられるんでしたら、慣れない方はこういうヒレを取ってしまった方がやりやすいです。こうしてね、ヒレを、こういう背びれもここもね、こう取ってしまうとやりやすいんですけどね。まあ慣れてる方はね、こんなことしなくてもやれるんですが、まあない方がやりやすいことは間違いないです。こうね、はい、これでいきましょうか。すき引きというのはね、こうね、尻尾の方から頭に向かいまして、包丁を上下に使って鱗だけをすき取るからすき引きというんですね。これ料理屋さんは大概このすき引きなんです。なぜかというと、鱗がやっぱりね、まな板につかないので、きれいに取れるので、昔のね、職人さんたち、私らの親方には鱗1枚骨1本ついてたら、まあ今ではありえませんけど、まあ手や足が飛んできました。ですから、まあ大体ね、料理屋さんで修行された方はすき引きをするでしょうね。こんな感じですね。で、裏も同様、こちらも同じようにやります。はい、このように両面すき引きで鱗が取れましたらね、今度は内臓とエラと外していきます。まずね、エラここをガバッと開けて、包丁をこう入れてですね、ね、はい、エラ、はい、そしてお腹を割って、内臓を、はい、このようにね、これは心臓だ、はい、そうしましたらこの真ん中ね、他のお魚も一緒です。ここ包丁入れておいて、あとはここを水洗いできれいに血を流してください。はい、それではまずそこまでいきます。はい、このようにですね、きれいに水洗いできましたら、今度は頭を落とします。頭と釜、はい、こうですね、はい、こう、釜、この釜も頭もね、焼いたり煮たりして食べてください。頭割っときます。はい、頭、
それではですね、3枚におろしますね。下身からいきます。腹背背腹ね、腹から、はい、背中、今日はでも片身しか使わないな。片身は取っておきます。ではこの片身をね、腹を今度かきますよ。このようにして、はい、でここ中骨あります。中骨もちょっと待って、ここに骨がついた。赤骨はですね、まずね、背中の方の身からぐーっと取って、はい、でこっちのお腹の方に残す。お腹の方に残したら、まあ、向きを変えても変えなくてもいいですけど、ね、はい、これで柵取り完成です。叩きって言いましたけど、なんか油がいまいちないな。油がない、つまんないな、欲しくないかな。普通のお刺身に変更します。すいません、やはり魚が小さいだけあってね、ちょっと油っ気が足りません。ですので普通にお作りにします。そうしますとね、皮をね引かなきゃいけません。この皮は私はね、こうしてね、尻尾の方少しこう入れて、この時のコツは、包丁の裏側ね、こうして、下になる方です。下になる方、ここを、こっちはあの平らですからね、ピタッとまな板にピタッとつける。ピタッとつけて、ややこう斜めで前に進む、はい、この進む力と、こうね、皮をこう少し取りましたら、これを、皮をね、皮をこう動かすんです。わかりますかね。皮をこう動かしながらこうしていくと簡単に取れる。はい、でこちらもそう、最初のうちだけちょっと入れたらですね、まあ、滑るようでしたらこういう布巾を使って皮をこう動かし、皮を動かして包丁を進ませていく。ストップ。ちょっと残りましたね。こんな具合でございます。まあ、これであとはですね、お好きなように、引いていただければいいです。そうしましたらね、背中の方は平作りしましょう。平作りというのは普通の一般的なお刺身の形です。でこれ尻尾の方向狭いですね。狭いところこうやって切ったら、これ誰が食べるんですかって話になっちゃうので、まあ、こっちの方はね、最初の方はこう照らすという、こう斜めにするんです。斜めに切るんです。こういうふうにね、わかりますか。そしていくと、まあ大きさがね、そんなに狭いところですけど小さくならず、はい、そしてこれをこう切り進めていきまして、まあ、ここでね、あまりこっちをこう乱していくと、あの
面倒なので、ここで乱さないようにきっちりこう重ねていきますと後が楽です。はい、そうしましたらね、これでお腹の方はこっちの方が薄いので、まあ、この辺は、まあ、ちょっと違う切り方してですね、この辺は普通にいきましょう。まあ包丁目入れていただいてもいいですね。お腹の方銀側は綺麗ですから、はい、こういう感じで。刺身は一手でこうねスッと引くということ、スッと引くこと、これをお刺身こうやって切ったらいけませんよ。ノコギリじゃないですから、こう切っちゃいけません。一手でこう、はい、まあ、この辺は削いでいただいてもいいですけど、こう削いでもいいですけど、まあ、好きなね、好きなようにっていうか、身が薄いので平作りではちょっと頼りないから、少しこう削ぎましょうか。よし、はい、こんな形で引けましたね。これであとは、盛り付けてお召し上がりください。カンパチ、ちょっとやっぱり小さいので油がありません。まあでもそれはそれでね、これ実は私のまかないなんです。ですので今日は家族でこれを食べることになってます。ですのでちょっとね、先に食べるわけにはいかないので、今日はお家に持って帰ります。それではカンパチのさばき方からお刺身まで、ちょっとね叩きと言ってたんですが予定変更しました。この辺で終わらせていただきます。ご参考になりましたでしょうか。それではこれで失礼いたします。